名鉄高和線。高和線は、愛知県東海市の大田川駅から、愛知県北郡三浜町の高和駅までを結ぶ、名古屋鉄道、名鉄の鉄道路線である。北半島の東側を従管している。沿線は、宅地開発が進み、北半大駅、千田竹豊駅間をほぼ並行して走る、東海旅客鉄道、JR 東海の竹豊線とともに、名古屋への通勤。 通学路線となっている。終点の講和からは、三河湾に浮かぶ日間鹿島や篠島及びいら岬への観光線が出ており、下新線と共に観光、交楽路線としても賑わっていた。線形が良好なため、大半の区間では、船内最高速度である時速 100km で走行、可能であり、曲線による速度制限は、高横須賀駅南鍵谷駅間、青山駅付近、 高和口駅付近程度である。ただし、単線区間の高和口駅高和駅間は、時速 75km に制限される。トンネルは高横須賀駅南鍵谷駅間にある、横須賀トンネルがあるのみである。運賃計算区分は B、運賃計算に用いる距離は営業キロの1.15倍。すべての駅でマナコなどの交通系、IC カード全国相互利用サービス対応カードが、 利用できる。なお、鉄道溶浪による起点は、大田川駅だが、名古屋本線の上下方向に合わせるため、列車運行及び旅客案内、列車番号の設定においては、港湾駅から大田川駅へ向かう列車が下り、逆方向が、上りとなっている。以下、高和・内海方面きを降り、大田川、名古屋方面きを上りで統一する。名鉄名古屋駅千田半田駅。 青山駅間及び、名鉄名古屋駅、千と竹豊駅間は、竹豊線と競合するため、割引乗車券、名古屋特割30の設定がある。JR はこれに対して特に対抗していない。高和線と竹豊線が直接接続する駅は、存在しないが一部の駅同士で、徒歩連絡が可能である。国鉄時代及び、JR 初期は、高和線が、 圧倒的に有利であったが、竹と予選へのキハ75系の投入や2015年の同線電化により利用者は若干 JR に流れつつ、ある。大高和駅、高和駅間の全線、及び、常名目線、下新生各々ののの全線が、東海地震の防災対策強化地域に含まれており、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、 列車の運行が休止されることになっている。大正時代中期に、愛知電気鉄道、愛電床なめ線、現、名鉄床なめ線の大高和駅より分岐し、田半島を横断して、半島東岸の港湾に至る、鉄道路線が計画された。田半島の東岸沿いにはすでに鉄道省、竹と予線が開通していたが、道路線は、蒸気機関車が経営する、客車列車によって運行され、 速度が遅い上に本数も少なかったことから、ハンダ、高和地区の有力者が中心となって計画が推進されたものであった。その後1926年、大正15年に、地田電気鉄道名義で申請された大田川、高和間の不設免許が下り、1927年、昭和2年1月には、アイデンの資本参加を得て、地田鉄道が設立された。 大教港の佐中建設工事は進められ、1931年、昭和6年4月に、大高和駅なる岩駅間が開業した。大高和駅地と半田駅間は、当初より伏線とし、良好な線形と、同床強化により高速運転を施行したもと、されている。開業と同時に、アイデントの相互直通運転が実施されて、神宮前駅地と半田駅間を、 最速35分で結び、厚田駅半田駅間で1時間半を要した竹戸予選に大差をつけ、地域交通の主力の座を竹戸予選から奪う形となった。翌1932年、昭和7年には、成岩駅甲和口駅間が開通。1935年、昭和10年8月には甲和駅までの全線が開通している。なお、 下鉄道は開業以来業務全般をアイデンに委託しており、アイデンと明機鉄道の合併による現、名古屋鉄道、名鉄成立後は名鉄が業務を担当した。太平洋戦争激化に伴って制定された陸上交通事業調整法を背景とした戦時統合により、下鉄道は1943年、昭和18年2月に名鉄に九州合併され、 同社路線は、名鉄の地下線となり、戦後の1948年、昭和23年5月に、講和線と解消された。名鉄では、過去2度にわたって、大規模な駅の開廃を行っている。1969年、昭和44年に行われた1度目の開廃の際は、戦時中に営業休止となっていた駅が、主な対象とされ、講和線においては、鍵屋駅、 浦島駅、自治駅の3駅が廃止された。2度目の開廃は2006年、平成18年3月に検討され、1日あたりの乗降客数が300人以下の駅の対象となった、向岡駅とフット駅2駅が、中部入局への申請を経て、同年12月16日に廃止された。その他、1972年、昭和47年のフット駅移転に伴い、 4回廃棄を同駅に統合する形で廃止している。大高和駅吹駅間は、下新線直通列車も走っており、昼間帯には、特急、急行、普通が、毎時、各2本ずつ、平日昼間の大高和駅下半台期間の普通は4本、走っている。吹駅南は、各種別がそれぞれ、公和方面及び、内海方面、 下新線へ一本ずつ分かれるダイヤとなっており、特急、急行、普通が毎時各一本ずつ、いずれも全駅に止まるため、実質的には各駅停車が毎時三本設定されている。ほとんどの列車が大田川駅から常滑線へ入線し、名古屋本線、犬山線等に直通している。8両まで入線可能だが、成岩駅、 高和口駅と普通停車駅各駅のホームは6両分しかないため、8両で運転する一部の列車は、後ろ2両をドアカットする。列車の対比設備があるのは3駅のみで、大高和駅と阿久井駅の上下線と千下半田駅の下り線にある。昼間帯は、名鉄名古屋駅高和駅、名鉄名古屋駅内海駅間に、毎時各1本設定され、 吹き駅北では30分間隔で運転される。基本的に一部特別車として運行されるが、平日昼間帯のみ、全車一般車となる。運転時間帯によっては、南鍵谷駅、辰見川岡駅、住吉町駅、平日朝の下り276列車のみ停車に、特別停車をする列車もある。甲和駅名鉄名古屋駅間の標準所要時間は十五分、標定速度は、 時速6 3トル。内海駅名鉄名古屋駅間は、五56分、時速5 8トル。高和線内のみ運行する特急はない。一部特別車特急には主に1200系が用いられるほか、2200系や1700系も一部の列車に使用されている。ほとんどが6両編成であるが、ごくわずかに8両編成での運転も行われている。 8両の列車は従来すべて1200系プラス1800系で運転されていたが、2011年3月のダイヤ改正より平日に1往復2200系、または1700系プラス3100系、3150系による8両の運用が当選で初めて設定された。全車一般車特急は十往復が5700系、5300系、ただし、 これらに形式が検査などの都合で不足した場合は、5000系によるダイが特定の列車で行われる場合もある、1往復が3 1 0 0 3 1号令系、2015年6月20日から、従来の1 8 0 0 1 8号令系運用に、変わって運行開始のいずれも4両編成で運用されている。線は、名鉄の座席指定性特急発祥の路線であり、 近年まで、全車指定席、現、全車特別車編成による運行を行っていた。2005年1月の白紙改正以前は、犬山線、新沼駅、高和駅、内海駅間に100系、または1600系、1999年5月10日、改正以降による、全車特別車特急が、毎時1往復設定されていたが、同白紙改正後は、約半数が、 名鉄名古屋駅発着に運行区間を短縮2006年4月改正でダイヤパターンを新雲沼駅後和駅間、名鉄名古屋駅内海間に単純化した上で平日夕方の内海駅発着の列車を再度犬山方面に区間延長、下り内海駅は新雲沼駅発、上り内海発は新華に行きとして運転した。その後、名鉄は 新参加年経営計画2006年度から2008年度に基づく特急政策の変更を実施。高和線系統の全車特別車特急は順次一部特別車化されることになり2007年6月改正では第一弾として新沼駅高和駅系統が1200系や1800系による運行に置き換えられた上で一部特別車化された。 下新線直通系統の大半は全車特別車編成のままだったが、翌2008年12月の改正で特急を、港和駅発着、急行を内海駅発着に集約した上で特急を、すべて一部特別車化した内海駅発着特急は左右に数のみ設定。また、平日の夕方から夜間の列車のうち、折り4本が美罪線、鞘屋駅まで区間延長された。 折り返しは名古屋まで改装。2008年12月のダイヤ改正は新三可年経営計画の総仕上げとなる改正であり、特急の一部特別車化によるフリークエントサービスに焦点が置かれていた。高和線でも速達成獣士の特急から転換が図られ、需要が見込める青山駅と普通列車との緩急接続が可能なアグ駅が特急停車駅に昇格した。 なお、平日朝には、阿久井駅、青山駅、一部のみに止まらない列車が数本あり、当該列車は、快速特急として運行していた。2011年3月改正では、基本のダイヤが再び2008年12月改正以前のパターンに戻され、昼間時間帯の内海駅発着の特急が復活した。また、平日昼間帯の列車は、 全車一般車に変更された。一方、平日朝に運転されていた快速特急は廃止され、阿久井駅と青山駅には全ての特急列車が停車するようになった。このほか、高和口駅が特急標準停車駅に昇格している。昼間帯は、急行が新沼駅、甲和駅、新沼駅、内海間に毎時各一本設定され、 福き北では30分間隔での運行となる。平日と、土休日午前中は、阿久江駅で普通列車に接続している。原則として、床滑線へ直通しているが、鉱和線内のみ運行する急行がごく一部、存在する。快速急行は、平日朝のみ存在し、上りは、鉱和駅発2本、塚口駅823バイト列車。 名鉄一宮駅827バイト列車と内海駅発2本、鞘駅 941A 列車、名鉄岐阜駅727バイト列車、下りは、高和駅儀1本、名鉄岐阜駅発 624A 列車、設定されている。準急は平日朝に降り1本、名鉄岐阜駅発高和駅700バイト列車。名鉄名古屋駅まで、快速急行。 終日夜に上り一本、紅和駅発津島駅2341バイト列車。塚口駅から普通のみ設定されている。いずれも紅和線内の停車駅は急行と同一である。住吉町駅以南は、上下駅を除いて各駅に停車するため、同駅以南では普通列車の保管列車という色合いが強い。現行ダイヤでは、紅和線内で特別停車する列車はないが、大田川駅や、 下半田駅で普通に種別変更をすることがある。平日は、昼間の大半の列車が4両で運転されるのに、対して、ユーラッシュ時は、すべて6両での運転となるため、昼過ぎには、高和駅、内海駅、新沼駅での折り返し時に2両増結、または急行で到着した4両編成を、普通や階層で到着した6両編成と、車両交換、といった措置が取られる。 なお、現行のダイヤでは8両の快速急行、急行、準急は存在しない。稀に、大高和駅で8両の車から切り離しあり。常名線神宮前駅大高和駅間を呼び、高和線内では特急を退避しない。下鉄道時代から東路線には、急行が設定されていた。名鉄合併後一旦運行が休止されるが、下線が、 高和線に解消された1948年5月白紙改正において、神宮前駅、西駅高和駅間に再度休行が設定された。1950年7月改正からは、名古屋本線新岐阜駅まで、1951年10月改正からは、犬山線新沼駅まで、毎時一本の直通運転を開始し、1967年8月改正で休行が、 一旦全線で消滅したものの、休行復活後、1974年9月改正は再び、甲和駅から新沼駅間に毎時一本の休行が再設定された。以後現在に至るまで、犬山線との直通を基本パターンとしている。1982年3月改正からは、高見ヶ原線三か木の駅まで直通区間を延長。新岐阜駅までの延長は、 内海駅発着系統が1983年3月改正から、港湾駅発着系統が1987年1月改正から実施され、犬山経由新岐阜駅のダイヤパターンが確立された。設定当初は、かかみは原線内まで急行運転していたが、2000年3月改正から、新岐阜駅3柿野の駅間、2001年10月改正から、 かかみが原線全区間が普通運転となった。また2005年1月白紙改正以降は、上りが、甲和駅、内海駅発犬山経由、岐阜駅、神宮前駅から順急犬山駅から普通、下りが新谷駅発甲和、内海駅、犬山駅まで普通と、やや複雑な運行系統となり、逆方面のかかみが原線、広見線には、常名線、 空港線系統の急行が直通していた。その後、犬山経由岐阜の行き先表示が紛らわしいとの指摘があったこともあり、2008年12月の改正で、鏡ヶ原線直通を廃止、鏡ヶ原線は犬山駅での特急の理解を主体とした。広見線への直通を再び、床滑線系統に統一し、また、甲和駅、内海駅交互発着のダイヤも、改めて、 新沼駅内海駅間、毎時2本の設定に整理された、校舎は2011年3月改正で元に戻された。昼間帯は、金山駅内海駅間、金山駅高和駅間に、毎時各1本設定され、吹き駅以北は30分間隔で運行されている。このほか、平日と、土休日の朝のみ、金山駅地と半田駅間の区間列車毎時2本が、加わり、 大高は駅地と半田駅間の運行本数が毎時4本に増加する。上下線とも多くの列車が、阿久駅で特急、または急行と、緩急接続する。なお、朝、深夜には復帰駅、高和駅間の区間運転列車があり、復帰駅で、下新線直通列車に接続している。各駅に停車するが、2006年12月16日まで、存在した向岡駅は、 ほとんどの普通列車が通過していた。朝には一部特別車編成、平日は1200系、土休日は2200系による前運用も存在する。ただし、特別車の2両は締め切り扱いで運用される。2005年1月のダイヤ改正以前は昼間以降、毎時2本のみの運転で、上りはほとんど大高和駅発着となっていた。下り列車は新岐阜駅から、 ロングラン運転を行っていたが、同改正より、ほとんどの列車が、金山駅家に直通するようになっており、大高屋駅折り返し運転は少なくなっている。2008年12月改正までは、高和駅発着列車と内海駅発着列車が交互に走るダイヤが基本で、吹駅高和駅間の普通列車は30分間隔にはなっていなかったが、同改正で改善され、 ほぼ全区間等間隔のダイヤになった。2011年3月改正以降は復帰駅、高和駅間の区間列車が減便され、昼間帯において、復帰駅での優等列車接続がなくなった。2015年9月8日、高横須賀駅南鍵谷駅間の愛知県、東海市柿屋町東畑、両駅から約 1.4km 付近に新駅を、 設置することが名鉄と東海市の両者にて合意したことが発表された。これは2015年5月に開院した西北総合病院の利便性の向上等により東海市から要請を受け設置されるもので名称や開始予定日は未定である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。